こんにちは、ハイエンドウです。ダストシールドの爆破をやってきます。少人数ですね。5対5です。で、もうなんかクランに入ってる人いっぱいいるね。なんかクランに入ってるとなんかそれだけで強そうに見えるよね。で、武器がもう始まっちゃってんのか。で、今回使う武器が MP、違うな。クリス使ってきますか。いや、やっぱね、MP7 よりはね、クリスの方が強いかな、やっぱり。瞬間火力が高いからね。まあ、MP7 も弾が10発多いんで、使いやすいっちゃ使いやすいんだけどね。やっぱ威力の面では劣っちゃうんで、クリスの方がいいってことで、バクアで今回クリス使ってきます。で、B に2人、A に3人って感じかな、今回は。防衛ですね。で、敵が出てくるのを待つ。今回はね、ちょっと突っ込むのやめて、味方と協力していきながら、やっていこうと思います。さあ、おっと、A の方かな。中央はやられたか。A 側ですね。A 側やられてるんで、ちょっとそろそろ A に向かった方がいいか。でも、ただ相手も2人やってるんでね。4対2か。これはもう有利ですね。適当に前に詰めていく。まあ多分もう真ん中から裏取ってサクッと倒した方が早いかな。ということで裏に行ってみますか。いるかな。おっと2対2だ。あ、設置してますね。設置してるようなんで上から入りますか。こっから味方の射撃に合わせて一気に入って撃ってく。こうやって不意をつけばね、相手もびっくりするんで、それがサブマシンガンの戦い方ですね。で、二人で会って、おっと C4 こっちか、解除していくと。まあ味方のね、カバーに入ったんで、今のはね、勝てますね。1対1、あ、さっきのやつ負けてたのか。ということで、第3ラウンド。今回はどうしようかな。真ん中行こうかな。やっぱサブマシンガンなんでね、真ん中あたり見てて、攻められた方にささっと走っていくっていうね、臨機応変に戦うやり方が一番効率的かな。え？おっと、いて！あ、結構食らっちゃった。痛いっすね。ちょっと爆破されちゃったよ、俺が。ここね、あ、いますね。おっと？マップに乗ってますね。だいたいあの辺かな？ちょっと今一発当たったよね。チラッと見た。あ、来た来た来た。これは出て。撃って倒していく。やっぱね、マップ見るって大事ですね。これね、5対2か。これはもう余裕かな。突っ込んでいきましょう。後ろから頭を狙って。で、もう一人。まあ、完全にね、相手の横から撃ってるんで。まあ勝ちますよね。さて、次は、どうしようかな。まあね、サブマシンガン持ってる以上は真ん中か左だと思うんだけどね。左の奥から攻めていく。で、スナイパーがいるんで、ちょっとこの人のサポートに回ってあげましょうか。といってもロングを見てるので、私にはやることは何もないんで、横から入っていく。あと、スナイパーが見てくれてるんで、カバーできる位置を取っていく。おっと、一人やってくれましたね。あ、二人やったのか。もう相手が三人しかいない。ということで、ちょっと下がりますか。こっち来ないかな、もう。おっと、まだ行くのか。まだいるかな。あ、これ敵だね。一人やって。あと残り敵は二人。もうこれは圧倒的有利っすね。今回も勝ちかな。で、真ん中をサクッと見て。いやーでもね、B 一人いた方がいいと思うんで、こっから、詰めていきますかね。いや、いいか。ここで、まったりやってますか。ちょっと詰めるか、やっぱ。おっと、やっぱこっちにいたか。なぜか最後だけヘッドショット。まあね、サブマシンガン使ってるときは、一応頭には向けてるんだけど、当たらないんでね、だ首あたり狙って撃ってますね。残り一人。どこだ。こっちか。人に突っ込んで、弾を、おっと、そこだな。見えた。一人やって、おっと、やられてしまう。だから味方が後ろから、かわしていくと。今回サクサク勝ってますね。
防衛最終ラウンドか。防衛最終ラウンドですね。あ、ちょっと味方が強いんで、やりやすいですね。非常に戦いやすい。連携が取れた、いいチームだと思います。もっと爆弾が来て、上を決め打ちして、おっと、まずい。どこ見てんだよ、俺は。上顔出すかなと思って、決め打ちしたんだけどね。普通に右下から走って出てきたよね。もう適当、ちょっとね、適当すぎましたね。おぉ、スナイパーで、ワンショットワンキルしていく。お、うまいっすね、この人。さっきからこの人結構ね、倒してんだよね、いろんな人。とは言っても3対3か。まだわからない。もっと1人いた。AK で、狙っていく。と、B はもういないから見るのやめて A に集まってきてますね。1対3。おっと、A の外に、1人いたか。見えているか。この人か。もっと落ちた。あれが敵か。ハンドガンで追い詰めていく。あ、やられてしまった。まあ、相手が AK なんでね、ちょっとハンドガンでやぶが悪いか。ただ、おっと、1対1になっている。ちょっとどうすんだ、これ。大丈夫か。上から落ちてきたりするんじゃないか。もうなんか場所が分かってるか。ね、B 設置されて、あそこがちょっとね、めんどくさいんだよね。おっと、そこ、おー、ナイス。いいっすね。ほんのちょっとしか、肩しか出してなかったのにうまく当てていけますね。で、解除すると。で、これで、防衛ラウンドは終了で、次攻めっすね。いや、まあ、攻めこそね、クリスの出番っすね。速攻で攻めて、速攻で設置して裏から敵をね、バッタバタ倒していきたいっすね。さて、まずは C4 合戦だ。C4 取れるか。結構ね、みんな C4 取らないんだよね。なんか、5-5でやってて思ったのは、みんな C4 基本的に、ほら、取らないんだよ。結構取らないことが多いんでね。私が C4 を持つ機会が多いっすね。で、おっと、壁越しグレネードか。ただ私は、フラグは持ってない。おっと、一人やられた、スナイパーか。これは右、来てますね。ちょっと、持ち替えて。あ、いますね。横から撃っていく。これがカバーというやつですね。奥に、まあ、右から B の方を攻めに行きますか。さて、緊張しますね。この右側に、だいたい人がいるんで、見ていきますか。降りて、いないかな。もっと手前にスナイパー。サクッと後ろからやって、特にクリアリングをせずに設置する。これ、裏とかにいたらね、面白いよね。アホだよね、完全にね。さて、敵は残り二人だ。どこにいるのかな？ちょっと上に上がって待機してましょうかね。いる？ん？そっち？おー。そっちにいたの？ってことで全滅。5対1。結構サクサク勝っちゃってますね。ああ、でも相手も別にそんなに弱いってわけではなく、たまたまこっちの連携が噛み合ってしまっているのか。さあ、C4 合戦。次は、次も私が取っていく。誰もね、C4 興味ないんだね。で、同じでは通用しないぞ。スモークを投げて、そっから入っていく。ちょっと待った。 ちょっと俺投げる位置ミスったな。全然見えてたよね。で、どうしようかな。味方がまだあまり、あ、ちょっと待てよ。これ A 普通に攻めちゃっていいな。もう入れてますね。じゃあ A を攻めて、そのまま設置しましょう。今敵が見えたが気にせずに入って、そのまま設置をしていく。もっと、残り一人、あれはスナイパーか。ただ、もう敵が戦ってるぞ。戦っている横で、もう、のんきに設置するのが、私ですね。あ、倒してくれましたね。ということで、あ、終わっちゃった。何もせずに終わっちゃいましたね。ということで、バクはですね、サクッと、クリスでやってみましたの回ですね、今回は。はい、このままね、ちょっと VBSS やってきますかね。途中参加だけど。で、武器はね、タオを使ってきます。おっ、敵が、隣にいる。2人やっていく。今回ね、ちょっと、強ポジを見つけたんでね、そこばっかり使っていきたいと思います。それが、ここ、プールの中。ここがね、どうも強ポジっぽくて、
いいね。まあ、ここと、こっちを見ると。で、裏からはね、あんまり見えないんだよね。後ろのドアからね。ここがね、あと裏見たい場合は、こうやって、後ろ見てると。顔だけ出してやっていく。そういうスタイルで。おっと、もうバレてたか。ここはいいんですよね。なんで、毎回毎回プールばっかり行こうと思います。じゃあ今回プールの回っていうことで。ただ今回ちょっとあれだね。ライン上げられてますね。いない。後ろにもいない。結構ここね、めんどくさいんでね、上げられちゃうと。上に、いて、あの奥かな？奥にいる、いないか。はい、またここで。おっと、いましたね。あれ、後ろから狙えるのが強いですね。まあ、上にいるやつはね、あの奥の、自陣側の2階を見なきゃいけないんでね、あんまこっち側見る余裕がないんですよ。こっちって言うのはね、絶対自陣側に人が2人3人いるんでね。なんでこっちを見るわけにはいかないと。そこを突き込んでね、下から狙っていくっていう感じで、おっとやられてしまった。こいつはもうバレてますね。なんか、何人かにはもうバレてるから警戒されてるのかもしれないですね。で、後ろにいる。そこを知ってるんですよ。で、上にいるやつも後ろから狙って、同じ人にやられる。さて、証拠でもなく、またプールに、あーつか、まあ、来てつか、ライフ1かよ。きついなぁ。一人ぐらいやってから死にたいんで、カバーに回りましょう。おー、なんか上から降ってきたぞ。くるくる回りながら。この人のカバーをして1キルぐらいしてから死にましょう。もう一人やって、おっと、いいっすね。もう死んでもいいぞ。はい、一発待てずに死んじゃいました。で、もう一回プールチャレンジ。さて、敵がいないことを確認して、いないっすね。しゃ。俺の場所、プール。プールに入って、見ていきましょう。敵が、なんだこいつ。ちょっと人のプールに勝手に入りやがって、びっくりしたぜ。さあ、ここで、あんまね、上はね、すごい、来た。上は来るんだけどね、こっちはあんま来ないんだよね。あの、後ろとかも結構多いかな。ただ味方が見てくれてるんで。おっと？ヘッドショットしてく。おっと、味方が結構見てくれてるんで、上に集中しようかな。そっちと、そっちの方もね、たまに出てくるんだけどね。まあ、適当にやっていきましょう。あ、出てきた。このパターンですよ。もう完全にスコア稼ぎですね、これは。あと、ラインがどんどん上がってきましたね。やっぱね、ここがね、一人見てくれるだけでもだいぶ強いんでね、相手はあの裏からライン上げにくくなってしまう。やっぱここはね、一人置いておきたいですね。あ、プール最高っす。もう VBSS のこっち側をやるときはね、もうプールにしかいない。おっと上からもう完全にバレてるよね。もう、またあいつプールにいるよとか思ってるっしょ、絶対。さあ、入れるかな。おっと、上にいるのは味方だ。ね、いつものことを思った。この完全にキャンプってやつだよね。キャンプうぜーっていう感じかもしんないけど、おっと、また裏から出てくる。やってきますね。まあ、こっち見てないからね。ただ本当に打ち放題なんだよね。もう、どう打ってもいいし。いや、いるね。スナイパーがいるね。ほら、ヘッドショットしていく。おっと、後ろにいるやつ。あー、ダメだ。負けてしまった。もうあの人はプールには入んないね。逆側でプール入るって結構きついのかな。どうなんだろうね。ちょっと反対側でも今度プール入ってやってみたいっすね。おー、まだいたか、あの人。くそ、俺のプールに入りやがって。ちょっと自分のね、場所を、家を取り戻すために、俺は。壁抜き。おっと、横にいるか。あ、終わっちゃった。まあ途中だからね、しょうがないんだけどね。今回プールばっかり入って、スコア稼ぎしたっつ、動画でした。以上です。